はい、というわけでね、レビュー 2.4 キロですよ。なんかもう終わる感じすんな、本当に。2年もね、このリズムでやってると、いきなり変わるとね、もうじゃあエンディングですって感じになりそうだけど。でもいいね、今回から時間気にせず喋れるんだから、本当思うがままに、本当に。まあ分かりやすければ、言えばこう、なんていうんですかね、排入をちゃんと作ったみたいなところありますよね。まあガンダムネタだ、もうダメだ、もう本当。というわけで、レビュー抜いていくんですけどね、今日の一冊目はですね、いいですよ、今回も今日の一冊目。今日の一冊目はね、石岡栄子さんでね、私デザインというね、本読んだわけなんですけどもね、この間石岡栄子さんって人は、1月21日だったかね、亡くなっちゃいましたけどね、なんだ、アートディレクターみたいなさ、こうデザイナーみたいなさ、な例えば衣装を作ったり、こう、映画の美術作ったりとか、っていう、まあ、仕事してる人で、フランシス・フォード・コッポラの、ドラキュラとかね、あとね、なんだ、いろいろやってんだよな。なんかやってたんですよ。三島由紀夫の映画のね、美術とかやってた人でさ。で、まあ、その人の本読んで、つって言って。で、NHK でさ、なんだっけ、プロフェッショナルってやってるでしょ。ほら、ちょっとキノコ頭のさ、茂木さんって人は俺の周りでみんな嫌いだって言うんだよね。あんな調子のいい野郎つって言って、確かにね、鼻持ちならないところはあるんですよ。ほんとすごい良い書がうまいのね、見てると。脳科学者っていうのはほんと人気持ちよくさせる天才だなって、ああいうの見てると皮肉について思うんだけどね。これでいいと思うの増刊後年末やる、それでも小島慶子だとか、またわけわかんない連中出ててさ、そしたら茂木さんが、僕はタモリさんのファンなんですって言って、なんだかうさんくせ野郎だと思ってて、でまあ、そういう番組プロフェッショナルってあるでしょ、プロフェッショナルだったかなのであって、でそれで石岡さん特集されたわけで、それで見てなんかこのおばさんかっこいい人だなと思ってさ、でちょうどねその時やったのがね、スパイダーマンの衣装、ブロードウェイミュージカルのね、やってるとこ見てさ、すっごいんだよ、細部までこだわんだ、本当にさ、この位置がちょっと違う、こここう直してああ直してとかっていう仕事見てさ、なんかそのものづくりの瞬間っていうかね、そういうのったら僕ラジオやるようになったからね、いやこのラジオ別に作品だなんて思ってないですよ、別にね、本当にただニートがただ喋ってるだけっていう、こう感じなんだけども、自分の中では。でもなんかこう一本さ、ボンとできるわけじゃないですか、それでもさ、それ見るのすごい好きでワクワクしてて、いつか石岡さんの本読みたいなと思って、どういう人かもっと知りたいと思って、まあ、読んだんだけどさ、まあさ、石岡さんってのはまあ文章のプロじゃないわけですよ。どっちかっていうと視覚言語っていう自分で言葉使ってたけど、割とこう自分がそういう美術とかやることによって、こうお客さんにこうイマジネーションをもっと刺激したいとかっていう、まあ割とこう考えを持ってる人みたいでさ、だからさ、文章としては面白くないんですよ、こう石岡さんの生い立ちとかね。それこそ多分初め日本でまあ資生堂のその広告とか作ってて活動してたんだけど、それがまあ海外でどんどん仕事するようになってっていうところからこの本は始まってくんだけど、特にね面白くないんですよ、本としては別に。普通のサクセスストーリーだっていう感じ。やっぱりさ、自分が書いてるからかもしんないけど、やっぱこう割といい思い出がこう重なるんだね、やっぱりさ。でこうマイナスのことも聞きたいんですよ、どっちかっていうと。この仕事失敗したとかさ、とかっていうこと。でも石岡さんってその、まあなんだ、そのコッパロのねドラキュラって映画でさ、アカデミー賞取るんですよ。でそうするともう、そういう昔やった仕事は全部もうクローズしちゃうっていうんだね。全部こうアカデミー賞のトロフィーとかも全部見えないところに置いちゃうんだっていうわけ。だから過去振り返れないんだよね、やっぱきっとこの人の性格的にさ。でもそこら辺でこう、全部うまくいくんだよね、やっぱその仕事っつうのが読んでると。でこういや、なんかもうちょっとこう客観的な目線が欲しいなとかって思ってさ。であと文章のプロじゃないからさ、全部で13章ぐらいになって450ページぐらいの本なんだけど、なんかねエピソードがどれか似てるんだよ、なんかその話2章前にもしてなかったっけみたいなこともあるわけ。やっぱりこう全体通して書くスタミナないと思うんですよ、やっぱりさ。夢中で書いたとは言ってたけど、その辺はあれだなと思ってたんだけどさ。でもまあ面白いわけ、やっぱその自分はこうでああでこうやってきたっていうところはね、やっぱいささかこう本にはちょっともうちょっとパワー足んねえなと思うんだけど、それでもやっぱ面白くてさ、特にね最後なんですよ、最後の
ショーでオリンピックのねスピードスケートのデザインをするっていうわけで、石岡さんはもちろんデザイナーだけどさ、やっぱりスポーツのそういうウェアってさ、いろいろこう機能的じゃなきゃなんないわけよ。で、制約が当然あるっていうわけで、その制約をくぐり抜けてねデザインするっていうところはね本当に面白かった。で、スピードスケートのデザインじゃない、ある意味さ結果が全てなのよ。本当に1分半ぐらいに多分決着がつくと思うのね、多分 500m のスピードで、距離でさ。それで石岡さんがデザインしたその服が、まあ、石岡さんとその会社が作るわけだけど、そのデザインがさ、結果がもちろん下の方であればそのデザインダメだねって話になるんだけど、もし結果が良かったらどうなるっていうとこがあってさ、そこはねこの本のクライマックス、この一番テンションが上がる状態で本が終わってくんですよ。これはね面白かったんだよね、とっても。だから途中でさ、なんか映画の話、ザセルとかやってんですよ。まあ、僕このザセルって映画すっごい大好きなんだけど、そのデザインとか本当に素晴らしかったなと思うんだけど、ずいぶん前だけどね、見たの。それの話とかするんだけど、その話とその映画の話とコッポラの時の映画の話って、こっちからすりゃ大して変わんねえんだね、別にこうフィッティングしてなんだとかって言って、まあやったろってこう感じあるわけよね。だけどね、そのクライマックスとか本当面白いんで、でもまあね、読みやすいっちゃ読みやすい本なんで、まあ、気抜いてねさらっと読んだらいいんじゃねえかなっていうふうにね思いますね。はい、というわけでね、今日の一冊目はね、石岡英子さんで私デザインでした。